どうも、モコです。まあ、ちまたでちょっと話題のね、このわさび UFO。なんだかこれ、わさびマヨ地獄。わさびマヨ地獄 UFO ってやつちょっと買ってきたんで食っていこうと思います。ちょっとパッケージすでにちょっと若干開けてしまってるんですけども。はい。でも普通にお湯はもう炊いとるから、もうとりあえずこれにね、まずお湯をちょっとがっつり入れていくだけなんですけど、ちょっと待って、どうしたらいいんだろう。まず、火薬的なやつは、もう火薬がいいのか。火薬ってか、もうこれ、とりあえず俺ぶち込めばいいのね、これね。うん。とりあえずそこまでは、従来の UFO と変わんない感じですかね。はい。中身の火薬二つだけですね、意外と。火薬ってかソース。多分こっちがやべえやつなんじゃないかなって思います。はい。で、こっちのソースは多分普通のソースだけど、とりあえずこっちは、温めてくださいって書いて、蓋の上で、こうやって。うん。で、こっちは、温めないでくださいっていう風に書いてますね。なので、温めますか。3分経ったと思われますので、ちょっとお湯の方を切っていこうと思います。はい。最近のカップ麺はね、こうやってもうお湯の切り口みたいなのあるから便利だよね。これ昔なかったからね、これ。確かなんか、もう普通にこっちのなんか剥がした方から頑張ってずるーってなんか切ってたようなお湯な。すごいなんか UFO とかを進化してるんだ。ちょっとこうやって。お湯を切っていこうかな。まあ、お湯を切るときにさ、たまになんかちょっと細かいキャベツみたいなやつ、キャベツとか野菜みたいなやつが、ほらほらこういうの、こういうの、こういう感じ。ここら辺がちょっとこぼれることあるねんね。たまに。それがすごい嫌なんだよな、俺。わかる？すごい細かいところだけど。とりあえず、オッケー。とりあえず、じゃあ UFO の、この湯切りはオッケーと、いうことで、じゃ早速ね、ちょっと、いつもの部屋で切っていこうかなと思います。オッケー。じゃあちょっとね、早速ソースかけていきますか。まずこの普通のソースね。こっちがやばいやつ。こっちが普通のソース。まずこの普通の UFO ソースかけていこうと思います。はい。オッケー。うん。まあ普通のいつも通り香ばしい、UFO トーストやね。で、これね。問題のやつこれ。なんか匂いがめちゃめちゃやばいらしいです。とにかく匂いがやばいらしい。まず開けてみるか。とりあえず。どんな感じや。いや、そんな言うほどやばいか、これ。言うほどやばないけどな。これがわさび。わー、ちょっと香ってきた。よし、ちょっと香ってきました。ちょっと香ってきてるけど、ちょっと香ってきてるけど、こんな感じですね。まあ、言うってそこまでさ、えげつない匂いでもないんじゃねえのこれ。ああ、はいはいはい。うん。俺の鼻がおかしいんかな。でも俺鼻いい方やねんけどな。どうやこれ。見た感じとか、あと顔、匂いとか、全然美味しそうやけどね。なんか結構レビューで、これはやべえみたいな、煽ってる人、いるけど。あー、確かに。あー、はいはいはい。なんか結構ツーンと来る瞬間はあるな。ツーンと来る感じはあるけども。よし、じゃあ、多分これぐらいで混ぜるの OK だと思うんで、実食していきますか。言うて匂いひどいか。別に普通やろ。多分普通に美味しいと思います、これ。いただきます。結構わさびの味きつい。結構きつい。
泣きそう。あ、はいはい、こういう感じか。あれや、匂いより実際食べてみた、食べた後の方がきついな。うん。なんか、あれが美味しい。なんかもう、わさびのスーンっていう感じが、肺にそのまま入ってくる感じ。あ、きっついわ。これね、ふーってなんか、すするとやばい気がする。なんか、そのまま口にぶち込みます。うん。すすったらあかん。これ、すすったくわ。そのまま、あのなんか、肺か、なんか、気管の方に、これのなんか匂いがいっちゃうから、開けませんわ。うん。しかもなんか普通のルーフより量多くね、これ。なるほど。いや、でも食えなくない。味は美味しい。味は美味しい。ただ吸った時の、あの、ふわーって感じがやべ。はい、なんとか完食しました。あのわさびとのあのスーンとした感じをその息で吸い込んでしまうとその気管とか肺に入っちゃうから、それでむせる。だからこれの攻略法はもう何も喋らずに黙って口に含んで食べる。それによって完食することができました。はい、結構しんどかった。味は美味しかったです。ごちそうさまでした。